暑い日が続いています。皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、いきまいプラス丹羽光代です。さて今回の項目はこちらです。まずは新型コロナウイルスの感染対策、そして熱中症予防についてお伝えします。第6波を上回る感染拡大が起きています。このままでは社会経済活動や医療体制の維持に大きな影響を及ぼす可能性があります。人の動きが活発な時期でもあります。市民の皆さんにはマスクの着用、手洗い、手指の消毒、人との距離確保、密を避けるなど引き続き基本的な感染対策の徹底をしていただきますようお願いします。市では3回目、4回目のワクチン接種も実施しています。接種券が届いた人から予約可能です。市から届く案内に沿って接種予約をしてください。また今年は大変暑い夏になっています。熱中症にもご注意ください。子どものマスク着用や屋内・屋外でのマスク着用については気温や体調を考慮し状況に応じて使い分けてください。節電と言われていますが、決して無理せずエアコンを適時使用するようにしてくださいね。さあ今週の一押しは新しい見守りの形です。子どもたちを見守るための蟹市の取り組みについて総合政策課の村田さんに話を聞きました。皆さんは蟹市が子ども110番の家の発祥の地であることをご存知でしょうか？実は平成8年に今あたり北小学校 PTA が主体となり始まった制度です。地域の方々の温かい協力が子どもたちの通学の安全を守ってきました。子ども110番の家とは、登下校中などに知らない人に声をかけられるなど不安や危険を感じた場合に子どもたちが駆け込み助けを求めることができる場所として、通学路周辺の事業所や民家を登録している制度です。平成8年3月、今渡り北小学校 PTA が中心となり始まった子ども110番の家の活動は、その後全国各地に広がりました。市では6月17日にコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社と包括連携協定を締結し、防犯・防災に関する取り組みとして避難所となる市内小中学校に災害支援型自動販売機を設置しました。さらに地域福祉・子育てに関する取り組みとして株式会社オッタを加えた3社で見守りサービス導入に関する協定を締結し、子ども110番の家の活動にデジタル技術を取り入れ、新しい子どもの見守りを始めることにしました。見守りの仕組みとは、市内の公立小学校に通う児童に見守り端末機を配布し、1校区内につき20から40箇所に見守り基地局を設置します。端末機を携帯した児童が見守り基地局の近くを通過すると、見守り基地局が反応し位置情報が記録されます。記録された位置情報は有事の際に警察に提供されます。見守られる子どもはいつも持ち歩くものなどに専用の見守り端末機をつけます。端末機は利用を希望する児童に無料で配布されます。端末機はこういったお守り型の袋に入っているんですね。見た目が可愛いですよね。そして携帯しやすい、ランドセルに入れたままでも利用できるそうですよ。一方こちら見守り基地局は、子ども110番の家を中心に校区内のご協力いただける場所に無料で配布されます。まずは今週子ども110番の家が始まった今あたり北小と、その隣の今あたり南小学校でスタートさせることになっています。その効果を検証し、順次市内の全公立小学校で実施していきます。基地局は今回新たに置かれた各小中学校のコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社の自動販売機にも設置する予定です。
なお、各小中学校に設置された自動販売機は、児童生徒が在校する時間は飲料の購入ができないように設定されていますが、夜間や休日に学校の体育館やグラウンドでスポーツなどの活動をするときは利用することができます。これらの自動販売機の売り上げの一部がこの新しい見守りに役立てられます。また、日徳スパークテックワークスパークにもこのような自動販売機を設置する予定です。さて、ここまでご紹介した新しい見守りの形について富田市長にお話を伺いました。蟹市で成長していく子どもたちが、大人の皆さん、市民の皆さん、企業の皆さん、いろんな人に見守られて育っていると、そんなことを感じながら成長していってほしい。それぞれの目指す人生を歩んでいってほしいと、それが新しい見守りの形をやろうとしている私たちの願いなんですね。一旦蟹市を離れて大学などへ行って、そこで家庭を持って子供が生まれた時に、あ、自分が育った蟹市、そのことを思い出して、そんな蟹市で自分の子供を育てたいと、そう思って帰ってきてくれる人たちも結構いるんですね。私たちはこの新しい農林の取り組みを通じて、それに多くの市民の皆さん、企業の皆さん、みんなが協力して蟹市の子供たちを、そんな愛着を、蟹市に愛着を持って成長してくれる、そんなことを望んで進めていきたいというふうに思います。ぜひ多くの皆さんのご協力を心からお願いいたします。ありがとうございました。子供を持つ親としては安心ですよね。さあ、続いてはニュースです。蟹市とサントリーグループが連携し、広見小学校で環境学習を開催しました。7月5日、講師にサントリーグループの田中翔吾さんを招いて環境授業が行われました。今年3月、市はサントリーグループと使用済みペットボトルを新たなペットボトルへ再生するリサイクル、ボトルトゥーボトル推進に向けた協定を結んでいます。リサイクルを推進していく上で、こうした事業は大きな役割を担うのではないかと期待されています。サントリーグループは全国44の自治体と同様の協定を結んでいますが、環境授業を行うのは初めてということです。児童は身近にあるペットボトルが分別されずに捨てられた場合、環境にどんな影響があるのかを学び、また自分に何ができるのかを考えました。ペットボトルからペットボトルを作るリサイクルが充実してる、少なくない？この循環がずっと続いていくためには、サントリーはちゃんとそのペットボトルからペットボトルを作れるように頑張りますし、どんな皆さんはちゃんと外す、剥がす、進むっていうことをやっていく。すごいいろんなことが知れてよかったと思いました。そう、10本中2本しかボトルトゥーボトルができなくて、それが悲しかったので、自分から進んでそういう取り組みをして、潰す、ラベルを剥がすなどをやって、地球の環境を守っていきたいと思いました。いろいろなペットボトルのリサイクルに触れて、リサイクルとはとてもいいことだなと思いました。だからこれからはいろんなことに取り組んでいきたいと思いました。今日この授業を受けたことで、ラベルを剥がしたり、キャップを外したり、潰したり、中をすいだり、そういうことに取り組んでいきたいなと思いました。学んだことを行動に移してくれそうですね。さあ、最後に様々な作品募集のお知らせです。
まずは第30回市文芸祭出展作品募集についてです。部門は短編小説、随筆、現代詩などご覧の通りで、自作未発表のものに限ります。応募締め切りは8月8日月曜日当日消し印有効です。応募については文化創造センターアーラか市文化スポーツ課に確認してください。また各地区センターに備え付けの募集要項をご覧ください。続いて第40回かにみたけ発明工夫展作品募集のお知らせです。かにみたけ発明工夫展では、独創性に富む優れたアイデアによる作品を募集しています。小中学生は学校を通して応募してください。他に一般の部、事業所の部があります。応募資格は一般の部が市内在住在勤の個人グループで、事業所の部は市内に事業所がある企業、学校です。応募方法は、申し込み書を産業振興課に直接か、ファクス、メールのいずれかで提出してください。応募締め切りは8月24日水曜日です。詳しくは産業振興課までお問い合わせください。蟹市人権啓発センターでは、人権啓発に関する標語300字小説を募集しています。道徳的な感謝、希望、勇気、友情の大切さ、尊さについて標語と300字小説を募集します。応募締め切りは9月2日金曜日消し印有効です。入賞作品は市施設に展示、また機関誌ぬくもりなどに掲載されます。詳しくは広報課に7月号をご覧ください。問い合わせ先は蟹市人権啓発センター 63-7990 です。ぜひ皆さんの力作を応募してみてはいかがでしょうか。で、番組では皆さんからのお便りやご意見をお待ちしています。宛先はこちらです。さて、次回の駅前プラスでは40周年だよりや広報斜め読みなどをお送りします。盛りだくさんです。ぜひお楽しみに。それでは今回はこれで失礼します。